40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。前2人しかいなくて、やばいっす、雑魚だから消えたか。違う、前回覚えてる、負けてんの俺、君ら。それはどうしたの。強すぎるからさ、今日は俺マネージャーに回ろうと思って。何回優勝したの。何回優勝したの。ん1回。マインドいいな。意識低く。この喧嘩は勝てない。今日は大輝とターボに大食い対決をしてもらいます。いや、またいい勝負になるぞこれ。しかもね、してよ、見てください、ここの2人。なになになに、普段いないでしょ、大食いに。えっ、お前すげえこと言うじゃん。俺、めっちゃいい秘密兵器持ってる。なんだと。年金が入ってる。年金が入ってる。お前年取ってるけど、お前年金入ってるって言うの。一個しか変わんねえかも。おばあちゃんの知恵袋みたい。マジでうざいじゃん。めっちゃいろんなことして、一日一回これやるのやめて。多いな、今日はやっぱ餃子ね。餃子パーティー、みんなで食べようか。いただきます。はい、どうぞ食べてください。今日無勝負できる。おー、なるほど。おー、頼もしい。さあ、見てください、春巻きみたいですよ。絶対に例えたのに。食べ物、食べ物で例えたタブーよ。餃子ってこんなうまかったっけ。中1の話してみよう。餃子ってこんなうまかったっけ。さあ、2個完食、早すぎ。3、早すぎ。4、何今。5、いや待ってこれ。6、4、7、早すぎ。早すぎ、早すぎよ。8、やばいお前、これやばい。10、やばいやばいやばい。お前喉広すぎない。18、はい、18。いや、これ余裕すぎじゃない。あ、今11よ。はい、11。あ、ちょっと指足んねえわ、お前1やっておいて。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、あとやあとや。2、そこで止めんなお前。食べろお前。YouTuber 体験してる中学生。イエーイ。動画撮ってまーす。楽しい。イエーイ。じゃあちょっとこっから100点入るわ。おお。まさかそれを。数のめんどくさ。23。23。作戦3。白飯。失敗した。ご飯と餃子が一番うまいから。お前30。1。あ、まだまだまだ。32。これやばいよ。おい、1個食うごとに。お前ご飯1個食うやん。どっちの食うごとなの。18。あ、変なになってたから。40。おい、40。今20。タボ、白飯美味しいよ。俺やっぱ最近超雑魚みたいな。何なんだよ。おい、雑魚。おい、え、今何個目ターボ。28。少な。はやめとるやん。海外にせえよお前。お前守れよ俺たち。あの一緒になってリーダー攻められてるってことは、あなたたちも雑魚ですから。ギャップ出る余裕あるからね今。どこ行った。ほんとあなたたちは雑魚です。雑魚。お前が一番の雑魚。教えない。じゃああれだな、まあその何で言いますか、まあかっこいいな。これ嘘。え、ヒゲとか生やし出した。結構最近、最近なんかワイルドになりてぇな。生やしようにしてるよね。王者としてのプライドどこ行ったの。じゃあ分かった。特別ルール、じゃんけんにターボーが勝つごとターボーだけが食えます。おお。あー、なるほどね。あと3個これ食わしてしまったらもうターボーの負けです。ほぼ永遠に勝っていくしかない。確率的に僕勝てんの何パーセント。0.02。何回勝ったらいいの。ただこのルールが発生しないとあなたの負ける確率は 100% です。まあまあまあ、100か 0.02 にかけるんだったらそりゃ後者にかけますわな。乗りますか。乗りませんか。じゃあ来たい。乗ります。なんて。あ、乗ります。ひどい。ひどいな。
ターボさん今回負けということで負けじゃない。じゃあチョキ出します。俺グー出します。最初はグーチョキパーイ。おーターボさんいける。あ、ほんじゃ勝ったら2個食える。いいね、いいね。あ、それがちょうどいい。最初はグー、じゃんけん。待て待て、ハンデは最初だけだよ。いや、ハンデとかじゃない、俺ふっかけるだけ。あ、いいよいいよ。言い方やいさ。グー、グー、グー出します。最初はグー、じゃんけんパーイ。おいいねー。どんどんいくよ、どんどんいくよ、どんどんいくよ。36やろ。最初はグー、チョキパーイ。やばい、38。やばいよ。あと6回勝てる。6回。なんでこのゲーム、もう見てもなんでもねえ。なんでこれ。最初はグー、チョキパーイ。あー、1個できた。1個だから。ちょっと待って、そもそも50したら食えちゃうんだね、この感じ。俺次じゃあね、アイコアイコ、僕の勝ち、これです、ね。はい、了解です。はい。再起カンパスの極み。じゃあ俺じゃあフレンチ食の極み。おお。倍にして返すわ。おお、返す。ということは俺が勝ったら次2個だ。おお、じゃあ。終わり、それで終わりじゃん。それで終わり。最初グー、次ブン。あ。ああ。ピッチ。いってね。そうそう、五冠生まれるよ。よし。ああ。そして五冠。ちょっと待ってろ。あ、次のじゃんけんで仮に俺が負けてしまった場合、うん、僕の勝ちがそこでなくなっちゃう。あ、まあまあね、まあ、そうなるのはやっぱどうしても避けたい。なるほど。まあでもやっぱり無償ではやっぱり納得もされないということで、じゃあこちらでなんとか。まあとりあえず次はじゃあ負けてやるよ。よし、じゃあ次俺パート。俺の財布じゃ。俺の財布じゃ。スペシャルボーナスタイム。お、次お前が勝ったら5個食っていい。お、じゃあ5個ね、5個ね。じゃあ、じゃあ5個食べていい。え？今もう、もう食べていい。無理。今の流れだといけそうって思った。いけそうって今の。なんかうちのマネージャーどうしたのこれ。まあうちのメンバー競泳競泳。こいつを好きなだけ殴れる剣。これはマジで。まあ別にいいよ、全然好きにして。競泳はやっぱね、こういう、そうそうそう、システムあるし。いきますよ。でも殴っちゃっていいのね。はい、よっしゃ。俺も気持ちいい。もう一回やってみよう。今3回叩きましたね、あなた。乗せられましたね。8個食えます。イエーイ。初めてよくやった。別に8個食いし、初めてよくやった。早く食えよ。47。じゃこれはもうお前1個ずつな。まあさすがにこれは1個ずつでいいですよ。最初だって20個と3個ぐらいだったから。最初はグー、じゃんけんぽーい。うわー、うぜー、うまそう。あ、待って、え、空飛ぶハンバーグ。ほら見て、どれ、あそこ、どれ、あそこだって。え、どれ、あそこだって。え、どれ、あそこだ。えぇ、ごめんごめん、待って、マジで今食えなかった。嘘だろ。罪悪感覚えて。初めて罪悪感。いいやつか。やっぱ男と真剣勝負。せーなしの真剣勝負いきますか。いけ。最初はグー、ジャンケンボーイ。あー、きつそう、きつそう。余裕だわ。はい、俺50個返します。最初はグー、ジャンケンボーイ。大輝、なんだ。俺はな、大食いチャンピオンとして誇り高いプライドを持っている。そうだ。どうか。ここで食えばパイは防げるだろ。まあな。パイって。パイ。負けだ。お前負けのことパイ。初めて。行くぞ。最初食う。最後。ブブブ。ウィンゲーさん。パイ。パイ。今回は遊ばれたな。いやー、ちょっとね、正直言って、バカ遊んでやった。だろうな。今度、餃子100勝負しよう。全然腹減ってるわ。一つ言って、お前のこと待ってなかったら、俺ら100個食えますよ。お前のこと待ってた腹がこう、満腹中毒溜まってきて、溜まってきて、中国人になる。餃子食いときに、覚悟でぶかまれてるやつら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。
yeah, 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 yeah.